岡田 JWP 78パース、ダイナマイト完成。岡田全日本女子プロレス180パース、堀田由美子。レフェリー村山大志。さあ第9試合です。フルパワー運命闘争93と題しまして、全日本女子プロレスラー堀田由美子、そして JWP からダイナマイト関西、夢のシングルマッチ。これはもう、まあ、試合前ね、斉藤さんとも話しましたけども、僕も斉藤さんも緊張度高いですね、うん、一番楽しみにした試合じゃないですか。そうですね、テンション高いですからね、はい、いや、これ実質上のメインイベントだって本人たちも思ってますし、うん、お客さんもね、うん、実質上のメインイベントだって思って見てる人も多いんじゃないですか、やっぱり。そうですね、これはさあゴング、もうここまでのね、もう展開がこの2人のシングルマッチ余儀なくさせたという、まあ、流れになってきましたけれども、またプロレスの技というよりは、うん、女 UWS 系というような ね互いにもう重厚な蹴りを持っているというこの2人のスタイル、非常にね、スタイルも似てて、風貌も似てて、体格も似てて、それで一番同じオーディションを受けたという、もう本当に運命闘争という運命の出会いなんじゃないかなと思いますね。タイトルがついてますけども、本当にそんな感じがするわけでありますけれども、それに、はい、ダイナマイト関西にとってこれが晴れの舞台であるところに、はい、堀田にとっても、うん、かなりこれは晴れの舞台ですよ。そうですね、どうしようというと、やっぱり全日本女子の中では、はい、注目はされていますけれども、はい、やはりステータスというか大関というクラスですからね、まあ、シングルでね、メインを張るということは、まあ実力が認められているにもかかわらずですよ、はい、ね、もちろんね、キャリアとしてパワー、テクニック的にも十分なものを持っているので、あーっと来ましたね、そうそう、あーっと強烈な蹴りが入っていますけれども、おっと、すごい関西の蹴りがビシバシと入ってきます。さあ、この辺のお互い意識したね、お互いの蹴りを意識したものすごい試合が展開されるという気がするんですけれども、まあ、2人とも試合前なんか非常になんですかね、楽しみにしてるって変ですけども、本当にやりたかったというか、いや、いよいよ新発信がなくてできるよみたいな、ね、一世一代の試合なんじゃないですか、プロレス人生において、はい、本人たちも楽しみにしていたというこのシングルマッチ、本当に素晴らしい顔つきしてますよ、はい、なるほどね、あったー、おー、すごいバックドロップだ。今度はホットの蹴り、また一瞬でも気に入ったら顔に来ますからね、はい、ガードは欠かせないんですけれども、さあこれは、さあ今日はホッタもね、いつもの紫のベガース、紫のコスチュームから白をね、全部に押し出した、はい、でも紫が入ってますからね、それがスパンコール入ってますしね、うん、よそ行きに着替えてきたって感じですね。なるほど、でも自分のロゴは同じですから、はい、さっき関西が先に入場してきましたよね、はい、その時にやっぱりこの入場ランプの上を胸を張ったりしたでしょう。なるほど、これがなんかすごく象徴的だっていう感じがします。どこ行っても堂々としますからね、うん、特に今日は、うん、これが自分のリングだっていうね、うん、自分を見に1万6000人ファンが、うん、集まっているという感覚があると思います。なるほど、大勝負ですからね、はい、現にね、こう思ってももういいんじゃないかという気がしますね。大勝負ですよね、はい、やっぱり、うん、プロレスって不思議だなという戦いですよね、うん、8年前に同じオーディションを受けて2人とも怒っちゃって、片や受け直して全日本女子に、全日本女子に入った堀田選手と、後に、旧ジャパン女子プロで入った、はい、まあ、その頃ミス A って名乗ってましたもんね、はい、巡り巡って戦う日が来るんですね、こうやって。しかも、もう2人ともね、申し分もないの成長ぶりが順調にね、成長してきて、これだけのステータスをそれぞれ掲げてのね、シングル戦ということですから、本当に価値があるなという気がしますけれども、そしてやっぱり真面目だからここまで来たんですよね。もちろん上の方を取る選手全員真面目なんですけれども、とにかくプロレスに対してものすごくクソ真面目なんですよね、ダイナマイト関西という選手は、だからこうして巡り巡ってもやっぱり大舞台に立つ日が来るっていう、
励みになるというか、うん、他のプロレスものの。あここまではちょっと嵐の前に静けさかな。でもシーンとしてというよりとにかくテンションが高いですよね。ピリピリしたものを、ね、感じますよね。あとやはりこのシングルさんがこれは顔面にもろに入った。いや本当になんかこの女版 UWF というか一発のキックにね重みがありますので、これだけ一発のキックで会場が湧いてしまうという。いやこれカウントが入ればダウンなんですけども、あーたらない倒れている関西に容赦ない。顔面キック、あーっとたまらず場外だ。これはかなり入りましたね。もうちょっと心配ですが、もろに顔面に入り、そしてその後北東部に。関西だいぶこれはこれはかなりダメージですね。強烈な一発をもらいました。ちょっと足元がふらついているが関西どうか。カウントは少ないけれども、いい顔してますよね、うん、あこのいいですね。またこの待ち構えで掘った。そして今年は初めてロープに振って、今度は何だ、うん、よく見てましたね。コーナーから飛んできての右鉄エルボーっていうんですか、それをキックで、読んでますからね、今もう蹴った関西まで痛かったなっていう表情をしましたけど、でもそういう試合に必然的になりますよ ね、 どっちが我慢したかという。あーっとやっぱり来るの分かってますから、構えてましたね、危ない場外で蹴りまくる。先ほどの返したと言わんばかりの顔は、ああすごい、ああすごい、大丈夫でしょうか堀田。先ほどのキックをもう倍にして返してやるという感じの気迫がこもっている。非常にものすごいキックは連発しましたけれども、あっと入った、顔面無防備になると危ないですからね。あっと危ない、あー入った、ボールに入った。ちょっと今ガードをしないとエプロンでもロープダウン取った方がいいですね。大丈夫でしょうか。いや先ほどはねもうよくも顔面にいいやつ一発入れてくれたなという感想が、あっとダウン来ましたね。あっとこれは10カウントでホットのノックアウト負けになるんですけれども、おっとホット大丈夫でしょうか。あっとあホットはちょっと猛烈してますね。あっとセコンドがセブンです、セブン、あと甘い、えっとあっホット大丈夫か。あーっとお、これはもう一度カウントが、というか、まあ、プロレスのあれですから、はい、立ってファイティングポーズ取る前にもやっぱり試合再開しちゃいますよね。なるほどね、自然的に、はい、さあここでもう一度カウントが、レフリーがニュートラルコーナーに関西を下げておけばいいわけですね、はいはいはい、おっとあこれはゴーですね、ゴーサインが出ました。さあ今度はもうここのばかりに蹴りが来る。危ない何かこのヨダフレーフの試合を見ているかのような錯覚を覚えてしまいましたけども、要するにダイナマイト関西が求めていたプロレスと、ホッタユニコンが求めていたプロレスというのは、結局同じものだったんですよね。今まで遭遇することがなくて初めて遭遇したわけですから、やっぱり今までできなかった振りとかね、打撃戦というかね、この相手によって自分